よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい。スガヤフットボールで。いや、違います。カカロニフットボールチャンネル。いや、あれやめてくんねえかな。いや、しょってください。いや、しょうがないよ、俺は。というわけで、本日ゲストの栗谷さんです、はい。よろしくお願いします。第3回目のゲストです。よろしくお願いします。はい、ブルーロックのやつ良かったですね、すごい。あ、ありがとうございます。見ていただけましたか。はい、栗谷さんも好きですもんね。俺の方が絶対好き。俺の方が先に読んでた気がする。いやでも確かにそうかもしれない。うん、栗谷さんの方が先にブルーロックにハマってた感じはします、うん、見方もなんか俺が教えた気がする。ブルーロックの見方、うん、サッカー漫画なんだけど、うん、まあ、格闘漫画として読んだらより楽しいよとかいう話と、うん、はいはい、あとその、うん、まあ、まあ言いたくないけど、うん、潔選手がミュラーに似てるっていうのは、うん、はい、僕が言った、はい、受け売りです。あれそうなんですよ。あのキッチャムのチャンネルで喋ってるやつね。ああ、そっか。イサギが、ミュラーに似てるという。で、はい、ミュラーの逸話を話してたんですけど、はい、まあ、ミュラーに似てるって言い始めたら僕。そうだね。確かにって思ってアメトークの時に、これ喋ろう俺のエピソードとして喋ろうと思って。はい、そうなんですよ。コンビなんで、はい、いただいちゃいました。いや、全然、はい、全然いいですけど。なんか、他の人がやってないようなテーマって言ったら、はい、まあ、僕ら2人とも、ね、うん、サッカーをやってきて今もやってるということで、はい、うん、直にっていうか、うん、まあ、体験したとか、うん、自分が話聞いたとか、はい、目の前で見たとか、はい、いろいろあるじゃないですか、その、うん、選手のね、はいはいはい、あります、あります。でそういう話をちょっとしていこうかな。あー、なるほど。僕はあの神奈川県で、うん、小1からサッカー始めまして、ね、はいはい、結構ね強かったんですよ、はい、少年団、小木のサッカー少年団って言って、はいはいはい、東京神奈川ら辺だったら分かると思うんだけど、うん、富士山ジュニアカップっていう結構大きい大会があるんですけど、はい、それ優勝してます。すごい、これはすごい。僕らのチーム普通にすごい。あとまあ東京はあれかな、分かんない、子供の国キリンカップっていう、あ、分かんない、結構大きい大会があるんですけど、うん、それも優勝、はい、僕らが優勝した年だけバディは出てなかったのかな。ああ、はい、あ、でもバディが毎回優勝するような大会、うん、そうバディ超強いです、うん、はい、最後リトルジャンボっていうところちょっと分かんないですね。リトルジャンボちょっと分かんないですけど、はい、でまあ市内大会は、うん、まあ1回も負けてないかな。厚木市の大会はずっと優勝、はいはい、県王大会も多分5連覇5連覇ぐらいしてるぐらい強い、うん、じゃあライバルってなるとちょっとね、うん、県北の方でやっぱり、マリノス。ああ、なるほど。横浜マリノス、オッパマと新小安っていうのがあって、はいはい、あとアザミノ、うん、アザミノは町クラブですよね。そうです。で僕が一番最初にすごいなって思った選手が、うんうん、はい、水沼宏太選手。おお、はい、対戦してる、ちゃんと、すげえ、はい、水沼宏太選手は小中で多分、うん、向こうは覚えてないと思うんですけど、うん、もう、まあ、10回はいかないけど、まあ、7、8回は対決してるのかな、うん、はいはいはい。当時、まあ、最初だったら小4ぐらいで、アザミの、はい、水沼選手はアザミのね、アザミの、はい、そうなんですよ。その親が水沼たかしさんで、ね、たかしさんで、うん、マリノスにいると思いきや、うん、小学校の時アザミの FC なんですよ、はいはいはい。で、まあ、対戦した時に、うん、アザミはこういうチームだからっていうコーチの人が、うん、なんかデータを持ってくるじゃないですか、うん、はい、水沼選手の息子さんがいると、はいはいはい、そんなデータが来て何の参考にもなれないすごいらしいってなって、はいはい、何がすごいかは分かんなかったの、正直、小4ぐらいで、うん、で、うん、すごいのかな、本当に、まあ、うまいはうまいんだけ けどで、小5、小6ぐらいになって気づくんだけど、うん、小学校の時に、うん、もうオフ・ザ・ボールの動きをそのより早くやってたのが水沼宏太選手なんですよね。いや当時の小学生なかったっすよ。なかったんですよ。マジでなかった。本当になくて、うん、でそのプルアウェイっていう、うん、まあ、はい、ディフェンダーからこう離れていく動き、はいはい、うん、をやってたのが水沼宏太選手。早いね、うん、小学校の神奈川の小学校で多分唯一じゃないかな、はい、いやでもこれね本当にやってないと思う、うん、僕小学校の時、うん、マンマークやらされること多くて、うん、当時の
当時っていうか U15 の日本代表の10番になることがマンマークしましたけど、オフザボールないから意外と抑えられたんですよ。そうだよね。そう、うん、そういうもんなんだよね。そう、小学生の時って。そうで、なんで気づいたかっていうと、うん、うちのコーチが結構小学校のコーチなのにデータ派というか、うん、はいはい、珍しい。そのディフェンスの優先順位とかも小4の時に教えてもらった。早いね。そうなんで現代的だね。あの水沼の動きを見てみろ、うん、はいはい、もうボールをもらう前にディフェンド外してんだ、はいはい、なんだそれは。みんなやっぱ小4ぐらいまではもう団子サッカーで、はい、ね、みんな集まっていくからさ、うん、その中で最初にそのプロアウェイの動きをしてたのが水沼、はいはいはい、ああやっぱすごいなっていうのがその一番最初にあったすごい選手、うん、はいはいはい、ちなみにその同じチームに金井隆選手、わあそりゃ超強いわ、がアザミノにいたんですよ、はいはい、マリノスね、元。そう、次にあったのが、うん、はい、まあ斉藤学選手。ああ、はいはいはい。斉藤学選手は、うん、マリノス新小安っていう、あもう小学校からチームにいて、はい、で一個下なんですよ、はい、一個下で僕らの代に出てて、はいはいはい、身長ちっちゃかったんですよ、うん、でまあ、僕ディフェンシブなそのポジションもやることもあったんで、うん、はいはいはい、その斉藤学選手とマッチアップ結構したことある、はいはいはい、でこれ本当の話なんですけど、うん、斉藤学選手と1対1して、うん、でこうやってかわされて、うん、でバッて足出したんですよ、うん、そしたらもう影しかなかった。これ残像？残像、残像を削ってたの。その、その結構なんだろう、僕まあ一緒にやったから分かると思うんですけど、はい、ずっと昔からその堅実のサッカーが染み込んでるというか、はいはい、結構ディフェンス荒いというか削ってしまうんですよ。うんうんうん、でその斉藤学選手もまあ削ったろうと思って。小学校ってもう堅実身についてんの？って思ったら。もうずっと影だけ削ってて、はい、ちっちゃい影だけもういないのよ、はい、で、あ、もうちょっと早く体を入れたり、うん、足を出さないといけないなと思って、うん、ちょい速いスピードで出すと、うん、ちょうど足に引っかかってファールになっちゃうみたいな、うん、はいはいはい、速すぎて、はいはいはい、すっごいちっちゃかったんだけど、うん、もう止めれなくて、うん、あ、こんなすごいんだって、はいはい、小学校の時の1年、うん、上って結構、うん、結構でかい、あるじゃない、でかいじゃない。しかも斉藤学選手って当時相当背低いよね、うん、130いくつとか。いやちっちゃかったね、ちっちゃかった。栗谷さんもその時から結構身体能力高い。あ、身体能力が高かったけど、うんうん、そうだね、はい、その水沼宏太選手は見てすごいなって思ったけど、斉藤学選手はマッチアップして、はい、あ、もうこれは勝てない人だ、はいはいはい、でも小学校の時に気づいてしまったという、はいはいはい、で小6になって、うん、僕のチームなぜ強かったかっていうと、うん、中尾くんっていうすっごいうまい子がいたんですよ、はい、もうどこ行っても、うん、レイソルカップとか出たら、はい、もうレイソルの人がオファーしちゃう、はい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 、マリノスカップ出たらマリノス来てくれませんか、はい、どこ行ってもその、はい、下部の大会出たらその下部から誘い来るようなすっごい身長も高くてうまい子がいて、うん、そいつがナショナルトレセンに入ったんですよ、うん、すその日本代表のを選ぶ前、そうね、うん、日本中から有力な選手を集めて合同練習させて相乗効果を狙おうみたいなね、はい、そこに中尾くんが入って、はい、で帰ってきたんですよ、はい、僕らのチームに、はい、したら、まあ、中尾くんってめちゃくちゃ上手くて止められたこともなくて神奈川県でも、はいはい、それこそその当時は多分水沼選手とか、はい、斉藤学選手よりすごかったぐらい、なるほど、本当ナンバー県でナンバーワンだったと思う、はいはいはい、その、うん、子が多分、うん、でもそのプレースタイル的にやっぱ王様だから全部自分で行くし、うん、ドリブルも、うん、でそんな守備はそこまで頑張らないみたいな、はい、で帰ってきたらめっちゃ守備頑張ってるのよ、はい、うん、あれってなって、うん、え、ナショナルトレセン誰かすごい人でもいたの、うん、聞いたらその柿谷ってやつがいて、で、いいですね、なんかそいつ見てたら、うん、俺多分上手くないんだと思って、はい、でちょっとプレースタイル変わってきて、で後々、うん、その俺は気づいたの、もう、うん、日本代表に入ったぐらいの時に、うん、柿谷って言って、
柿谷あのって、はいはいはい、でそこでようやくつながったぐらい、はいはい、当時はだから結構有名な話で、うん、ナショナルトレセンに行った人が、うん、みんな心折れて帰ってきて、うん、柿谷選手を見て、うん、でプレースタイルが変わってそのよりちゃんと守備頑張ったり、はいはい、そのチームプレーに貢献できるようになって、うんはい、帰ってくるみたいなのが結構あるあるで、はい、それを本当に、はいはい、中尾くんから聞いて、はい、柿谷ってすごい選手がいるんだっていう思い出が、はい、僕も近いしい思いであります。ナショナルから帰ってきた人に柿谷っていうやつが天才なんだよ。うん、やっぱすごかったらしいですね。当時ネットとかないからさ、うん、その育成年代の試合なんか今と違って見れないんだよね、うん、見れない見れない。でそのサッカーダイジェストの日本代表の世代別の名鑑みたいなとかで名前だけ見るみたいな、うんうん、で U17 のワールドカップとかからやっと放送されるんだよねテレビで、うん、そしたら柿谷選手が、うん、ああ噂の柿谷だと思って見たらフランス代表相手に 50m の超ロングシュート決めてんだよね、うん、すごいよ。あれはすごい。同世代がみんな衝撃を受けた。ああ俺たちのエースの心を折ったのはこいつなんだっていうね、うんうん、小学校はあんまないですかそういう選手は。いやむしろ僕は高校補欠なんで、うん、小学で中学も中退なんですよ。少年団のメンバーがみんな一緒に中学行くから指導者もいないのに一つの中学行っちゃって、うん、結果みんなして才能が埋もれてった感じだったんで、小学校の豊島区選抜が一人ああ違うなっていう、うん、まあ、プロになってないんですけど品田くんっていう子がいたんですよ、うん、この子は三菱洋和のエースでエースなんだよな。豊島区選抜の方にもなんか参加してて、うん、豊島区選抜って基本洋和の選抜に入れない子が集まるんですね、うん、品田くんは洋和の選抜入りながらなんか豊島区選抜の試合も来てくれて、うん、まあ別格、うん、両利きで身長当時もう160ぐらいあったのかな、うん、で左右両足でキックオフゴール決めるあ品田くんだね。でもうみんなが品田くんに呼ばれるとパス出しちゃうから、菅谷お前ドリブラーだから、お前ドリブラーか、当時ね、当時まだみんなと比べて足の速さとかが遅くなくて、ああ、うん、後に超遅くなるんだけど、うん、でその菅谷ちょっとドリブルでそのマーク引きつけてこいって言われてピッチ入って最初のプレーでボール受けた瞬間品田くんが俺の真横に降りてきて、うん、ヘイ菅谷って言ったの、うん、あ品田に名前覚えられてると思って俺嬉しくてパス出しちゃって、うん、すぐ下げられて一応その時のメンバーで豊島区選抜は一人牧野悟っていうやつが砂利道のサッカー人生ではあるんだけど、津永県金沢とか FC 琉球とかでプロになってるんだけど、でも当時はもう圧倒的に品田君、正直畑尾博と今津永県でやってる僕の同じ高校で FC 東京市のキャプテンだったやつとかもマンマークしてんだけど、やっぱ衝撃で言ったら全然品田君だったな。なるほどね。はい、僕は中学、はい、まあ菅谷さんと違って、はい、中退連じゃないのでごめんなさい、そのいやないごめんなさい俺だってクラブチーム多分あの時行けたよ、その選択肢なかったんだよ。これはね多分サッカーやってきてない人分かんないかもしれないんですけど、ね、うん、中退連と、うん、クラブチームって天と地ぐらい差があるんですよ、はい、高校入った時クラブチームのやつって中退連ってだけでバカにするよだからどこの中大連とやっても確実に5点差は開くぐらい、はい、まあそのルーテル学院とかね、うん、そういう青森山田中とかは、まあ、別として、はい、まあ、普通の中学と比べたらまああれ、まあ、で僕は厚木ジュニアユースというね、はい、ドリームス、厚木ジュニアユースドリームスっていうチームで、はい、後輩ですけれども、はい、ジャーメン亮君が後輩で、はい、あれはないですよね、はい、つながりはないです、はいはい、すごいですよね。だから結構強いチームで、ね、名門ですよね。マチクラブ。2個上は全国大会に出てるのかな。あ、すごい。はい、クラブチームの全国。そうですそうです。超すごいじゃん。すごいですすごいです。マリノスとか、うん、フロンターレとかが神奈川にいる中で全国を勝ち取ってる。はい。すごい。まあそこに入らせていただきましてね。はいはいはい、1個上の代とかでも出てたんですよ、うん、僕。はい。はい。ああすごい優秀だ。はい。1個上の B チームに出てたんですよね、僕は。1個上の B チームっていうのはどれぐらいなの？厚木ジュニアユースって、ドリームスとメリッソっていう2つのチームがあるんですよ。うん、はい。で、これが A、B なんですけど、うん、一応両方ともその大会登録してて、大会出てる。うん、あ、なんか進んでるね。うん、琉球大ドラゴンズみたいなことやってる。そう。だから、まあ、栗の木みたいなこと。東光学園と栗の木。いや、琉球大ドラゴンズが絶対分かりやすいって。東光学園のメンバーに入れない子がね、FC 栗の木っていうクラブチームとして別の大会出てるんだね。
分かりづらいってメリッソが準優勝したこともある県大会、え僕らの B の方が、うん、B の方がすご僕らのだいぶ下ですけど、まあそのぐらい別に差はあるっちゃあるけどないぐらい、うんうん、で、はいはいはい、1個上のメリッソでやってて、うん、その時に一緒にやってたのが、うん、今ダイスっていうちょっと待って待ってダイスってダイスっていうあのこういう歌のスターマインのダイス、うん、スターマイン歌ってるはいはい、はい、歌手の、はい大野くん、おー、はいはいはい、と一緒にやってました僕。すごっ急にジャンル変わって、え待って、じゃあ厚木ドリームス以来の再会があの僕たちが猫隊の前説やった時でも あれあって会えてはないんだよね、まだ会えてないの あれから、はいはい、あそうなんだ、そう大野くんとはずっと一緒に試合出てたのよ、だからすごい、そう、ね、で中学ではやっぱいろいろクラブチームなんでそのカブと戦うんですけれども、はいはいはい、J カブと最初見て、まあ、間近で見て衝撃、まあ、スタンドから見たんですけど、はい、衝撃だったのは森本、うん、ああ森本孝之選手が1個上なんですけども、はい、ナイキカップの予選かな、うん、出てて、はい、で当時そのベイパーっていうマーキュリアルベイパーナイキのスパイクね、スパイクが流行ってて、はい、でその森本孝之がもう有名になってたんですよ、うん、で試合見に行って、うん、森本ってやつ誰だ、うん、どれだ、はい、あのベイパー履いてるやつだみたいな、はいはい、でそのもうベイパーだけ見ててずっとベイパー誰だベイパー、ああれかってなって、はいはい、そしたらめちゃくちゃうまくてさ、はいはい、もうなんかねなんだろうな今までその、うん、見ましたけど、うん、その柿谷選手は見てない、水沼コーター選手、斎藤学選手とか金井隆選手とか見ましたけど、はい、ちょっと一個違って、はい、なんか大人だったね、もう、あもう体つきがって、体つきがもう15でだって確かだって J リーグデビューして15で点取ってますから、ね、うん、もう足もめっちゃ速かったし、うん、俺が見た時はね、うん、もうすごかった、もう化け物だった、うん、はいはいはい、うん、だからもうなんかスケールが違いすぎてうまとかじゃなかった、なんか、うんうん、なんかすげえカテゴリー違う人が入ってる感じ、はいはい、まあ、背はそんな高くはなかったんだけど、うん、カテゴリーが違う人がもう入ってる感じだった、ね、うんうん、もう圧倒的な違いがありましたね、はいはいはい、なるほど、最初の衝撃、まあ、その衝撃あんま超えないのかな、まあそれ森本選手見ちゃうと、うん、で、おのおのみんな、ね、はい、高校行きまして、はい、で、僕が厚木北高校っていうとこ行って、はい、で、結構強かったんですけど、な、うん、何で強くなるかっていうと、うん、厚木北高校、今は違うかもしれないですけど、うん、厚木ジュニアユースの、うん、その人たちが結構厚木北高校にそのまま入る、はいはいはい、もう5、6人、はい、だからもう1年の時からもう結構強い、なるほど、ジュニアユースの人が何人も入るかみたいな感じで、うん、その高校上がって、うん、僕ら1年の時無敗で、おおすごい、県内無敗で、まあ、いろんな県立戦って U16 っていうのをなんかその強豪 の高校だけ集めてやって、はい、リーグ戦あるよね、そう正式のやつじゃないのよ、秦野高校とか座間高校とか当時強かったんだけど、うん、もう倒して、うん、で、県内で最後東高に、うん、と当たって、うん、で 3-1 で勝ったのかな、わすごい、でじゃあ、うん、っていうことで、うん、その1年最後に、うん、琉球大柏に連れてってもらいました、はい、あの代ですね、僕の代の琉球大柏ってめちゃくちゃ強いんですよ、はい、大前元気選手が、はい、高円宮杯優勝3つ得点を取って、ね、3つ得点を取ってる、高円選手権、インターハイ、うん、かな、インハイが、ベスト4、そうインハイは市船が優勝してるんですよ、そう全部千葉なんです、全部千葉なんです、当時ね関東の一番レベル高いチームが集まるプリンスリーグも AB ブロック分かれて最後最終決戦なんだけど、決勝が市船対琉球、うん、で高円の優勝が琉球、うん、で選手権の優勝も琉球、その時の琉球、琉球と戦わせてもらいまして、はい、ほぼみんなプロだもんね、もうだって神奈川で負けなしですから、うん、僕ら、はい、うん、まあ正直その時の、うん、まああんまり知識がなかったから、はい、え千葉って市船でしょって、いやそうだよね、イメージがあって、うんうんうん、だから琉球ってどこ、うん、っていうぐらいだったんですけど、うん、めちゃくちゃ強くて、はい、
で、厚木ジェネさん僕の代で一番うまかったやつ、そいつがまあ、トップ下とかだったんですけど、厚木北で、厚木ジュニアユースで、なんか龍慶センターバックになってて、龍慶行ってんだ、うん、ルートあんだもんね。そう、センターバックになってて、なんでこいつがセンターバックなの、はい、うん、あんなうまいのに、はい、ってなったらもうフォワードがうますぎて、龍慶、当時の龍慶めちゃくちゃ強くて、はいはいはい、大前選手はまだ多分スタメンじゃなかったんですよ、1年の時に。大前選手って後々頭角を現したっていうよね、うん、そう、その時にいたのが上条選手っていう人が、はい、まあ、フォワードでいて、はい、中大連出身、はい、そんな大きくもないんですけど、うん、ディフェンダーがもうこの腕だけでやられちゃう、はいはいはい、腕でもうこの入れ替わっちゃうんですよ、うん、全部出た、それたまにできる人いるやつ、あれ何なんですかね、あの腕強い人、あれすごいよ ね、理不尽だよね、理不尽な強さがあってやられることあるけど、で負けちゃいましたね、初めて、あ、龍慶柏が初負け、うん、初負けです、はい、後にね、はい、無双してましたもんね、だってそうですね、僕らの代の龍慶って選手権の決勝 4-0 4-0 とかで、藤枝東、準決勝が 6-1 です、ね、津工業にちょっと歴代最強なんじゃない、マジで高校サッカー史上、いやそれはね、俺も高校サッカー史上最強のチーム同世代でやってほしいから、うん、近い世代で、うん、見てるけど、もしかしたら松木玖生の代の青森山田が一番強いかも、なるほど、ね、でもその次ぐらいには入ると思う、めっちゃ強かったよね、はい、で高校ベスト11みたいなのも龍慶ばっかだった、ほぼ龍慶だったと思う。栗谷さんの厚木北って前後の2年間もベスト4なんですよね、その1個上僕ら1個下、うん、だから3年連続ベスト4なんですよね、意外とマジですごい、そうなんですよ、法律でそれはすごい、法律ですごいよね、うんうん、だって僕ら選手権、うん、まあ特殊で、まあトーナメントなんですよ、はい、でベスト8いったらまたリーグ戦になるんですよ、4チームずつの、はいはいはい、でこの勝った2チームで準決勝決勝なんですけど、はい、このグループが桐蔭、はい、桐蔭学園、桐光、はい、まあ朝日っていう、けあ朝日高校、朝日高校、関戸選手っていうのがプロになってるから、ね、で厚木北、はい、やばいじゃないですか、マジでやばい、桐蔭のグループ桐蔭桐光いるじゃん確かにそしたらまず初戦が桐蔭、はい、3-0 で勝っちゃうんですよ、強っ、桐蔭に強っ、でその次の試合で桐光とやって、はい、1対1で引き分けて、はい、その後朝日戦って、はい、だから桐蔭桐光に負けなしで1位通過してる、ね、いやもう全国見えてるじゃん、もうだからその当時、うん、なんか掲示板みたいのがあって、はい、でそのどこの高校が強いとかが情報があった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 そこでもう厚木北が確定みたいな、はいはい、多分決勝は、まあ、隣のブロックの日大藤沢と厚木北、はい、で厚木北が行くだろうって言われてたぐらい強くて、うん、はいはいはい、でもベスト4で頭陽高校っていうね、はい、まあ、後に伊藤純也選手が入ってくる、伊藤純也選手が入ってくるところと負けてしまいまして、はいはい、いいなあ、そんな話聞くと俺の高校時代の話マジ稲中卓球部みたいだな、ね、弱すぎた、いや弱すぎた、いやその東京、俺補欠だからあんま言いづらいんだけど、東京都ベスト32だから一応300以上ある学校の中の32には入ってるのよ、でチームメイトも一応、まあ、中大連の東京選抜とか2人ぐらいいたり、まあ、1校上にはすごい上手い人がいて、その人は帝京とかからもバンバン誘われたんだけど、やる気なくてうちの高校来て、まあ、大人になってから他のその人のことを知ってる、今日アルディージャーに行った人とか提供に行った人に聞いたら、あいつは中学で辞めたと聞いているっていう、あのうちの高校に入ることは辞めたとか言われたんだけど2つぐらい言い忘れてたことあるわ、うん、えマジ、ちょっと聞かせてよ、あの小学校小中とずっと友達だった佐藤くんっていう人がいるんですけど、うん、はい、で小学校の時その佐藤くんの弟がよく、はい、サッカー見に来てて、はい、でサッカー教えてあげてたんですよ、はい、一緒に遊んだり、うん、その子が今、うん、まあ、佐藤直樹選手っていうんですけど、はい、沼津の10番です、うん、わーすごっ、栗谷の教え子教え子こうやって教え子ではないんだけど
こうやって飲みの席でくだまく人多いんだろうね。多いだろうね。俺が教えたとかってね。あとなんか大事なこと言うの忘れた。中学の時の指導者が、あの長里勇輝選手、はい、長里浅野選手のでの、はい、あと長里元気元気さん、アビスパとかでプレーしてたね、うん、その人のお父さんに教えてもらってます。おお、はい、長里一派だ。長里一派です、はい、あ、そうなんですね、はい、長里コーチ、はい、もう多分その時40いくつ45ぐらいだったのかな、分かんないけど、はい、その時に、うん、50メートル走、うん、なんか俺らと一緒に走ってたんですよ、うん、5秒9でした。5秒 9? 40で誰よりも速かった。5秒 9? 5秒9 6秒切ってた。宮市じゃん40で宮市、うん、速くて怖かった。怖いんだ。なんかこれが本当の話しか知んないけど、うん、長里勇気選手とかは、うん、リフティング1000回やるまで家に入れてもらえなかったっていうのは聞いた。あー厳しい。巨人の星スタイル、うん、もう帰れよが口癖で、はい、すぐ帰らせる帰れよお前。多分長里勇気、うん、長里選手たちだけ笑ってると思うんだけど、はい、うん、長里家だけ似すぎてて、あ、これ似すぎてんだ。帰れよお前、やめちまえお前お前帰るんだったら俺帰るよ、うん、って言って、うん、こうやって本当に車乗って帰ろうとするんだけど、うん、一周してまた帰ってきて、うん、やっぱお前帰れよって帰ったら練習なんだから。そうそうそう、会いたいですね。ああ、そういう方々とかね。金井隆さん、うん、おぎろって言ったら分かるかな。でもさあ、だってそう、水沼隆さん覚えてたよね。そう、水沼隆さんと解説一緒になったんだっけ、うん、その同じ試合のピッチレポーターと解説をやってて、そう、で水沼さんいらっしゃって、うん、あ、僕、あの、コータ選手と同い年で、一曲戦ってたんですよ、みたいな。うん、そうなんだ。小木野っていうところにいたんですよ。あ、小木野やっぱ強かったから。強かったから。会いたいですね、金井隆選手と。そうね。水沼コータ選手は。こんな感じですかね、はい、今日は、うん。ありがとうございました。ありがとうございます。